もう見てください、この景色、のどか、いいですね。福光に来ましたよ。小矢部川沿いになるんですけど、結構その川沿いにも料亭だったり旅館だったり風情のあるお店がずらっと並んでいて、この木々、今見えている木々は春になると桜並木なんてもうめちゃくちゃ綺麗なんですよね。でここに小矢部川があって、桜並木ずらっ、まあ、春ぜひ来てほしい。もう空気がもう最高で、この南砺市福光っていうのは昔から前田藩の金沢とそして富山のちょうど中間地点、拠点としてすごく栄えた場所で、金沢からも車で30分ぐらい、非常に近い場所なんですよね。富山の中でもこう金沢の文化がすごく色濃く残っている場所なんです。なんで結構方言とかも金沢の人ってなんとかしまっしーとか言われるんですけど、福光の方もね結構まっしーとか言うらしいです。はい、なので、まあ、言葉もそうですけど文化、お祭りとか結構色濃くこう金沢の前田藩の時の文化が残っている、とても風情ある町なんです。水がねもう本当に透き通ってるんですよ。もうね奥まで見える、すっごく昔からあるいい雰囲気の食堂があるということでやってきました。お腹すいた。福光の商店街からもうすぐのとこでも、ここだけなんか時間が止まったみたいに雰囲気の違った建物になってますね。ということでやってきました、こちら福光の商店街からちょっと離れたところにあるんですが、春の色食堂さんです。外観はねやっぱり昭和ノスタルジックな感じ、かなりレトロで、一軒だけちょっと雰囲気が違う建物があるので大通りから来るとすぐ分かると思います。で結構ね外壁見てもらうと分かるんですけど、もうペンキがね結構色あせてるところが多くって、聞いてみたら大正12年の創業以来ペンキの塗り直しとかしてないそうなんですよ。そこがまたね結構味が出ていいですよね。春の色食堂、こうオールウェイズの BGM をこうかけたくなるような、こちらですね、営業中の看板が立っているので営業されてるみたい。あ、お店の前にもちゃんと営業中って書かれてる。へー、うわーいい雰囲気。あ、入り口ここなんだ。ここは締め切りになっていて、ここ食堂、写真だけにしてください。わかりました。写真のみ。OK です。結構やっぱりね年配の方が多い感じ、うん、やっぱり皆さん懐かしい感じとかこう来て、なんかこう気取らなくていいっていうか、フラッと来られるようなそんな雰囲気、懐かしい雰囲気を求めて来られるのかなといった印象です。はい、でおでんがね良かったんですよ。ふうふうって、こう残念ながらちょっと大根、定番のおでんって言ったら大根かなと思って楽しみにしてたんですけど、大根はなくって、大きめの豆腐とあと、ゼンマイっていう山菜のなんかぐるぐる巻きにしたものと、あと何食べたっけ、食べました、そう食べたんですけど、すごく醤油のお出汁が染みていて美味しかったです。